大航海時代オリジン、これ知らないかも、20個くらい紹介します。この動画も項目ごとにまとめられませんでした。航行中、カメラの向きが勝手に変わる。航行中、クリックで船の方向が変わる。ボトルメール、不要なのは捨てよう。うまくクエストを消化できないのは時間の無駄。入港アニメーションをクリックして飛ばそう。頬を畳む音かアニメーションが、クリックするタイミング、クリックは2回。インド方面に行ける人は北欧、カリブ、インドの3点交易をしてるらしい。船の設定を保存できますが、正直ややこしいです。倉庫内は満杯じゃないのに満杯の表示、倉庫内は別々の部屋に分かれてるので右下の個数が参考になります。売買画面は左下にチェックを入れると使いやすく、赤ジェムで提督を変える、投資もできる。爵位をレベル4以上に上げると襲われやすくなるらしい。私も3で止めている。ピンをクリックすると作れる場所が表示される。アイテムが売られている街もわかる。宿屋の従業員の好感度がマックスになると仲間になるらしい。レベル30になると初心者用の免税がなくなる。24時間後に。これ、戦闘クエストの時などに外し忘れがち。キーボードの1から0は街中の建物へのショートカット。スペースキーが釣りに使える。順風には横帆、逆風には縦帆。角笛は発展した街で売り出される。これも提督のスキルボタン。動画は以上です。動画ネタは出尽くしたので、次の動画があるか分かりませんが、チャンネル登録、高評価をいただければ本当嬉しいです。ありがとうございました。